皆さん毎度コージー村上です。今回ご紹介するこちらのドラムセットはですね、あの玉田トムさんと、同じ仕様を揃えました。でさらにですね、これあのスネアなんですけども、これあの玉田トムさんのシグネーチャースネアなんですけども、実はもうすでに完売して、販売も終了しているんですが、1台ですね、こちらを見つけてきまして、それを一緒にセットアップして、このドラムセットにしております。12インチのタムタム、14インチのフロアタム、16インチのフロアタム、そして22インチのバスドラというもう本当にまあ王道的なサイズのセットなんですけども、こちらの方はカノープスの NV60 の M2 というやつで、1960年代のね、いわゆるあのロックの王道な音が、それをイメージして作ったドラムセットになります。マホガニーとポプラの5プライのシェルに、メイプルのレインフォースメントをつけたドラムセットで、非常にこう、ふくよかで、でもすごいこう音抜けがしっかりと出てくる、そういったドラムセットです。でこ の, あのカバーリングですね、あの非常にこの赤で、このパール柄みたいな感じになってますけども、これが非常にですね、あのヴィンテージ感すごいあるんですけども、これ現代でもですね、ある意味こうすごい奇抜な感じ、かっこいい感じで、通用する、そういったあのカラーになっております。はい、であとちなみにこの、フープ、そのカラーなんですけど、このフープの部分なんですけど、これあの黒い、フープにこの真ん中にインレイといって、カバリングを入れてあるんですけども、こちらは一応あの、プラスアルファのちょっと追加、金額アップ仕様になってます。ですんであのすごい見た目があの当時の、ドラムのあのままというような感じの、セットアップになってます。はい、そしてあのついでにそのフープと来ましたので、この、フープの方ですね、こちらがあの本来だと最近のドラムセットだと 2.3 ミリとか、あとは他のメーカーですけど、あの3ミリアーズとかの、 あの厚めのフープをつけるんですけども、これはその1960年の当時の、厚み 1.6 ミリぐらいの薄いフープになっています。でそれも一つこのね、音のなりの、オープンさとかその辺に、例えば直結しているような形になってます。はい、じゃあこのドラムセットですね、ちょっと立ててみたいと思いますので、ぜひ聴いてください。